ココテンありがとうございました。おつです、どうも。今日ハケレス、ハケレスってなんだ。上手の方で投げキッスをミヤビームをしてくれて嬉しかったよ。あれか、めちゃくちゃウインクしてくれた、もしかして。そう、今日ね、あれでしたね。あ、ありがとうございました、こちらこそ。女性の方がすごい多かったですね。ありがとうございました、なんか嬉しかったです。はい、公演ありがとうございました。改めて楽しかったです。初めてしてみました、この髪型。どうですか、なんか鬼太郎みたいなアンテナ出てる。あら、やだわ、何これ、やだ、可愛くない、これ出てたら。ね、妖怪アンテナみたいなの出てますね。何、やだ、すごい逆らってくる私に。だってこれ押さえてるじゃないですか、今。なんかこっちの髪の毛の三つ編みをこう持ってきてるんですよ。そう、こっちも編み込んでるんですけど、こう持ってきてるから、それでカチューシャみたいに見えるんですけど、この手を離したらね、ほら、あ、でもなんかさっきよりマシになったかな。あ、全然見えへんからセーフ。え、でもなんかちょっと気になるな。そう、妖怪がおるってこと。へえ、髪の毛反抗期。そう、反抗期ですね。ともちゃんお疲れ、ありがとう。そう、アホ毛ってやつっすか。うん、なんかこっちの髪の毛をこう持ってきてるから、反抗するんですよ。俺はこっちの髪の毛だって言って。そう、ここはね、ただ後ろにやってるだけなんで。そう、なんだこれ、もうやだね。せっかくこれ初めてした髪型だから、ね、みんなに見せたいと思ってルンルンで帰ってきたのに、これよ、このありさまよ。ね、練習あるのみですね、髪の毛を保って終えるっていうのもね。かわいいやん、ほんと。ね、無理しないで。切っちゃう、それだとね、なんかとんでもないところに10円ハゲみたいなのできちゃうから。え、湿気じゃないと思う。多分私そんなにめちゃくちゃ髪長い方じゃないから、逆らっちゃってるんだと思う。髪にも意思あるんすか。ありますよ、全然あるよ。うん、編み込みカチューシャ似合ってて可愛い。アンテナも公演頑張った証拠。あらつむじとか普段と分け目変わると反抗されるわね。そう、そんな感じ、反抗されてる、すごく。いやね、前も髪切って跳ねる。あら、でも伸びてるんじゃない、そろそろ。あ、こんばんは、ココテン公演お疲れ様、ありがとう。見えた、私からのレス。手振ったけど、めちゃくちゃ見えましたよ。なんか今日ね、視界がクリアでね、なんかいつもがぼやけてるとかじゃないんですけど、そう、なんかいつもより、そん、なんかすごい見えた。鈴鹿ちゃんありがとう、ハート、どうも。そんなすぐ伸びない。ヘアアクセラレーター使い、伸びるからすぐに。うん、そう、つむじ私真ん中なんですけどね、ちょっと見えないよね、それも。見えた、バッチリ、ありがとう。嬉しい、よかったよかった。こちらも視界がクリアで楽しかった。あら、そうですか、惜しかったね、48番の席。もうちょいじゃなかったですか、隣。え、でも隣もお友達、もしかして48番の人。なんかね、知ってませんでした、ウェイみたいなの。
も後ろから見てました。あ、私の後ろからってことね。それは気づいてましたよ。そう、私もね、みんなの後ろにいるから分かったよ。今日は渋井ちゃんとハートしてニコニコでしたね。ありがとうございます。ニコニコでした。リハでもしてくれました、ハート。あ、ごめん、年代になって。そんな謝らないで大丈夫ですよ。草はね、いくつあっても困りませんからね。渋井ちゃんってね、結構いい香りするんですよね。っていうのだけ言っときます。あ、お友達と3連番。あ、そうなのね。え、じゃあ48番だったかもしれないってことね。うう、惜しいね。次また入ってください。明日テストなので。あ、後ろから答え教えてもらえるのお願いします。全然いいですよ、もう何回でも教えちゃう。でも雅だけに3回までにしときますね、一応ね。そう、テストっていうのでみんなとフェアにね対戦するために、あの3回までは教えます。香りチェック済み。あ、もうチェック済みですよ、そんなのね。そう、私が使ってた香水、昔使ってた香水を誰かがつけてた気がする。今日同じ香りがしたもん。そう、ちょっとね、嗅ぎきれなかったのがちょっと後悔残っちゃうんですけど、そう、あーと思った。誰か、なんか懐かしいと思った。私が加入して、そう、なんかまあおめでとうみたいな感じでママビームとかがデパコス買ってくれたんですけど、そう、なんかその時にサンプルでもらった香水がと同じ匂いがした。香りか。嗅ぎきれなかったら怖い。いや、ちょっとね、悔いが残りますね。私めちゃくちゃ鼻いいから。そう、そうなんですよ。あと、なんか最近になって、なんかずっと耳掃除してなかったとかそういうわけじゃないんですけど、耳がすごく良くなった。わかんないけど、だからちょっと何ですか、爆音が出るところに行くと私ちょっとうってなっちゃうんですよ。わかるかな。覚醒したかもね。なんか今日視界クリアになったし、ちょっとね、視力も6ぐらいあるんじゃない、今。なんかわかんない、なんかライブ会場とかに行くと、自分がお客さん側で、で、なんかそこで爆音聞くとちょっとうーんってなっちゃう。なんか別に聞くのが嫌とかじゃなくてね。そう、そうなんですよ。あ、友達がクリナに、あ、手紙ですか、出したの見ていいなと思ったので、いつかやります。いつかじゃ遅いので、明日やってください。お願いします。あ、いましたね、仲間が。僕も光や音でたまに頭痛を起こすね。なんか頭痛までは私いかないけど、なんかちょっと もやもやしちゃう、胃らへんが。なんか胃がわかんないけど、そう、まあでも頭痛っぽいのはちょっとなりますね。全然公演中はなんともないんですけど、そう、光ね、光だとあれですかね、なんか結構 リハ V とか振り V 見るのが多くなってきたから、眼精疲労、明日そう、明日です、明日してください。あ、しかもあれですよね、なんか私の推しドリンクのこと、なんかちょっと文句言ってませんでした。それはね、ちょっと言おうと思ってたので、ショールーム来てくれたら。ライブハウスの爆音浴びて、あ、最善で浴びてます。おお、いいね。そう、眼精疲労になりかけてるんじゃないか説が
あったんですけど、でも今日視界がとてもクリアだったのでないですね。あ、公演終わり8割頭痛発症。あー、なんか私たち側、ステージ立ってる側としては、そう、そこまでないんですよね。うん、そう、でもそれは辛いね。なんかあれですかね、もう発症しちゃうって分かってるならね、あの薬飲んだ方がいいのかな。ちょっとコメントが混ざって笑ってしまったんですけど正直文句言いました、すんませんね、あれちゃんとね、でも私もまあ、推しドリンクね、もうすぐ飲めなくなることはないか。まあ私もあれね、ちょっとふざけて作ったみたいなところあって実はね、言うんですけど、そうあれよ、卒業するからこそ言うみたいな。あ、でもふざけて作った、まあなんだろう、100もう10割ふざけて作ったわけじゃなくて、でもなんかちゃんとコンセプトがあって作ったんですよ。風邪、子供の時に、なんだろう、小学生とかの時に風邪ひいちゃった時にもらう風邪のシロップみたいなのあるじゃないですか。子供ってやっぱりお薬飲めたねとかそういうの使うじゃない。で、喉を痛めた時に使うシロップを想像したんですよ遊び心で作った某スタッフさんもきっと美味しくはないっすよって言ってた。え、そのスタッフさん誰か教えてもらっていいですかねえ。誰ですかその方。美味しくないって、それすごいね、営業妨害というか、ちょっと怒りますよ本当に。そう、私のね、推しドリンクの売り上げが悪くなってしまうじゃないですか。そう、え、待って、美味しくないか、でもみんな飲んでくれてたもんね今まで。美味しいから OK ねそう、あれをちょっとイメージ、最初はでも本当に私が最初に考えて作ろうと思ったのは、なんかドブ色を作ろうと思って、そうドブ色作ってもいいですかねってその時のマネージャーさんに言ったら、それはやめようねって言われたからそうやめたんですよ。それだけの話です。ドブ色はダメだから、そうシロップになりました。あ、マリナちゃん久しぶり、こんばんは。そう、ドブ色はやめたの。なんでドブ色作ろうと思った、なんかビビアンさんか誰かが、あ、そうそうそう、ビビアンさんだ。じゃあそう、作ってたから、あ、いいなと思って、そうちょっと真似しようかなみたいな思ってね、先輩の背中を見て育つみたいな。そうジュース飲んですごいって言われることあります？ないですね。おめでとう会員ありがとうございます。そう、なんでスタッフさんまともとか言うの？私もまともですからね。あ、ビビアンさんコーラ使ったから、あ、ちょっとすごい噛んでる。さあ、なるほどね。そう、牛乳入ってるのよきでしょ、みんなの腸内環境を整えてあげようと思って、はい、入れました。牛乳はでもね、可愛い色になるよね、ピンクになるから可愛いですよね次も飲みます、よろしくお願いします。はい、わい牛乳苦手やねんねえ、すみません、えんですね。そう、もう優しいねでしょ。そう、みんなのね腸内まで考えてるから私は。
そうちゃんとね、そう牛乳嫌いな人に向けて作ってあげようと思って作りました。あ、牛乳とソーダ両方入ってるのは、あの牛乳はまろやかな感じじゃないですか。ソーダはあのまあそのままパチパチしててね、なんか刺激がある感じじゃないですか。なんか両方取り入れたらちょっとハーモニーがね出るんですよ。そうそう、なんかなんだろうな、そう、あ牛乳好き、よかったんコースター、あそうランダムなのでコースター当ててくださいね。あ牛乳系のりぐらいより弱めだった、そうなんだ。そう正直言うとミントもシナモンも苦手あ、某スタッフシナモン入れてここから牛乳とソーダ入れますよ、やばいっすね。あのちょっとそのスタッフさん誰ですか、本当にそれさっきのスタッフさんと同じ方ですよね、許しませんえんですよ本当ね。私もねちょっと真面目に作ってコンセプトも考えてあれだから、そうちょっとそこはね意思疎通をしないとねスタッフさんとね。ゆうさんありがとう、高雪星ありがとう。激怒ですよ本当、もうここら辺の血管プチンプチンですよ、もう血管切れてるからね怒りすぎて。そうこめかみあたりの血管が切れてますねバトってもろて、あ頑張りますそうなんかバキみたいに血管浮き上がってきてるから今怒りすぎてもう落ち着いて。日曜に2杯飲んだ、おーありがとう。2杯でも3杯でもいけますからね私のやつは。あー牛乳苦手だけどみやびちゃんのことが好きなので頑張って飲みます、ありがとうございますおちょこどころかね洗面器をピキっちゃうお腹壊さないでくださいって言われた、確かにねそれはそう、おチョコの裏がねパリンパリンですって今パリリンって言ったからね。某スタッフさんが心配なので誰かは言いません、全然いいですよ、もうね拳で語り合おうと思います明日ね。そうオンラインやります明日、よろしくお願いします急な CM 入ったんですけど、そうやっぱねもう男性とか女性とか関係なくね、そこは拳で語り合おうと思いますよ。そうホットの推しドリンク、でも私のやつホットにしても美味しいんじゃないね、牛乳ホットみたいなで温めることによってソーダがちょっと弱まるんで、そういけると思います。そうオンラインはマスクしない方が聞こえ、あマスクしない方がでもいいかな、嬉しいかな、あとあれの方がいいです、有線のイヤホンの方がめちゃくちゃいいです。でもどうしてもないよって人は Bluetooth でも大丈夫なんですけど、たまに不具合が起きるかもって感じですね。そうもしかしたら起きちゃうかもみたいな感じなので、そこは気をつけて。あ、鈴鹿ちゃんとありがとう、白熊さんもありがとうございます、小判目が笑ってない、笑ってるやそう明日明後日オンラインですよ、でもう再来週の月末じゃない、あもう今日が月末か、そう有明もあるので、まあラーメン食べるから、ああねそう言ってくれましたもんね、ラーメン食べる姿のズゾズの音で会話するって、
あ、そうそう、あの有線イヤホン推奨なのでよろしくお願いします。そう、もう私のあれですよ、対面で話せるのも最後になっちゃいますね。キャー、泣いちゃう気がする私なのでみんな変顔してきてください。あ、高雪ありがとう、音符どうも。オンライン飯タイム、そうです、オンライン一回経験してみたかった。あら、来てほしかったですよ。オンライン終わるまでみやびちゃんラーメン食べ続けるそっか、そういうことか。お一人のね相手じゃダメなのか。そっか、みやびちゃんもラーメン食べ続けようと思います。ラーメン食べ続けるまで帰れまーてんみたいな感じのをやりますね、明日明後日明日最後やからラーメン食べてる場合ではないマジって急に素に戻るじゃんライオンさんありがとう、お花どうもですね、よろしくお願いします。なんかすごいダメなこと書いてない？いい具合に不具合起こして振り替えで楽しむという裏技も。なるほどね、確かにそれは知らなかったかも。みやびちゃんの推しドリンクいっぱい売れるように協力するねよろしくお願いします。美味しいんで本当、なんか後味にパンチが来る感じね。私のことをね、味覚でも忘れてもらわないように、そう追いかけてくるから、なんかソーダのいい感じがトコトコトコって、うん、よろしくお願いします、よろしくお願いします。普通に公演後に飲みたいねえ、それでも全然いけますから。そう、美味しいよ。最初はやっぱ癖があるかもしれないけど、まあ後になって思えばみたいな感じの味なので、私もじゃあ次飲んでみますね。そう、あれ頼めるんですよ、スタッフさんに。待って、その方ってこともしかしてちょっと気づいてしまいましたね。飲んでなかったんか。いや、飲みましたよちゃんと。試飲の時に飲みましたよ。そう、それが病みつきになる飲んでくれ頼むって飲んだことはねありますよ、全然あるよ。そうMM は無料じゃないかな多分だけど、そう飲んだことはありますよ、一回ね、一回飲んだよえ、でもその時マネージャーさんもね飲んだんじゃないのかな。そうね、1000円払いやね、すみませんやんってことですか。注文してナッピタンさん行かないとねみやびちゃん、あ、のんちゃんこんばんは。死因って結構前、そう、そのスタッフさんに飲んでもらおうじゃないかね、おやつ5日我慢せんと。あ、そういうことね。今更の味変はそれは無理だと思う。でもね、いい、良かったです、味覚でもねみんな味わってもらえてあ、
シナモンの口で公園入るのあれだったんで、上のコーヒー屋さんでプリン食べて入りました。まあでも飲んでくれたから許すよ、プリンは許す、なんか可愛いし二郎系ラーメン味とかにしないでね。ちょっといいですねそれ。あれって牛乳シナモン抜きとかでできるのかな。え、あ、猫ちゃんかわいい、ありがとう。タイトさんこんばんは。何度か飲んだけどまずくはなかった。あ、でもまずくはないけど美味しくもないぞみたいな感じですかそれえ、なんか抜きとかでもアレルギーとかあったら抜きにできそうですけどね。ただ入れなきゃいいんだから。あれ比率とかも考えたんですよ、何対何でみたいな。頑張ったからねあ、テンさんかわいい、ありがとう。どうも。あ、違うものになっちゃうのか。じゃああのね、本当にアレルギーがある方だけそのなんとか抜きとか許しますけどね、牛乳のみは許しませんよ。え、グレノデンとか入れたっけちょっと忘れてるねすみませんやんです。ミント入れたっけね。ね、そんなに入れてたんだ私。グレノデンってなんだそもそも、なんですか。シナモンの仲間なんだろう、グレノデンあ、ザクロなんだ。へー、あ、僕は好きで、ありがとうございます、嬉しいですねとてもザクロ、ザクロってどんな味だっけね。あの赤いやつでしょ。なんだねそう、ちょっと忘れちゃった。たかちゃんかわなしさんありがとう、星どうも。ザクロってあの酸っぱいフルーツみたいな味だっけ。あ、初恋のような甘酸っぱい味。初恋を知らないからねそう、入れたもん覚えてない。いや、ちょっと忘れちゃっただけ、ちょっと疲れちゃったから公園忘れちゃったのそう、ちょっとね忘れてしまいましたね。シナモンとミントが入ってるのか、確かにそれちょっと強烈ですよね。まああのミントね、私好きだから、チョコミント好きだからそう入れちゃったみたいな感じかな。じゅんちゃんかわいい、ありがとう。そう、チョコも入れてよ。チョコ味とかあったかな。全然ね、これ入れてよみたいな要望はね、そう全然聞きますよ。入れたいですね、ミント入れて、ミントマイナス500点です。昨日もマイナス500点つけたと思うんですけど、なんかあの何ですかね、ちょっとはっきり言ってしまうとダジャレに成長を感じなかったのでマイナス500点にしましたすごいいい頭ってマンゴー、あーでもなんかマンゴー味のプロテイン美味しそうだなって思ったからいいかもね。チョコをちょこっと、あ、それはねありきたりすぎるかな、マイナス1000点になります。あ、シナモンとミントそんなに強くないんだ。おお、めっちゃ厳しいですよほんと。今日はちょっとみんながね美味しくない、実はちょっとこう思ってたんよみたいな言われたから、そうあ、すずかちゃんありがとう、音符どうもです。そうなんですよ、飲むの困る場合エミリーさんのカシス抜きにすればただのコーヒー牛乳。あー、そうなんだ。そうなんかね、今日もね飲んでたメンバーいたんですけど、そうあれでしたよ、リューナさんのが美味しいって聞いた気がする。何味なんだろう、ちょっとねそこまではちょっと存じ上げないんですけど、
まずいと思ったこと一度もない、本当その点点点の中に含まれてない、本当は。あ、本当ですか、よかったです。いい香りでした。あ、そういうことか。なるほどね。秋吉さんのはグアバとレモンオレンジソーダ。なんかスカッとしそうね。なんか爽やかそうですね。グアバってなんだ。ちょっと未知のものが多いね。まあソーダを入れればね解決するんですよ、何事も。なんかねスカッとするじゃないですか。あ、まずいとは言ってませんね。そうですね、みんなまずいとは言ってない。ちょっと個性的な味にしてしまったんですよ。マンゴーみたいな味のやつ。へー、公園の後は水しか飲まない。もともとそうかな。あんまりあれですね、最近コーラとかも飲むことないですね。僕もまた飲みたいと思ってます。本当ありがとう。じゃあみんなね、次行った時は飲んでください。必ず。前飲んだけど、お、喉越し良くてシナモンがいい仕事してたと思った。炭酸水最強。まあそうね。あ、そうだ、50分になったら壇上読み始めますのでよろしくお願いします。炭酸水はね何事も解決するんですよね。昨日の事前登録するの忘れてた。危ない危ない。事前登録とかが必要になるので皆さんよろしくお願いします。明日のオンライン。スポーツドリンクとか飲まないかな。本当に体調悪い時とかしか飲まない。その OS1 とかポカリとか、なんかちょっと今日元気出ないかもみたいな時は、そう、今日もありがとう、こちらこそ。おやすみなさい、夢で会いましょう。そう、そういう時しか飲まないかな。そうだから飲まないに越したことはないって感じかな、自分の中では。あ、でもわかるよ、コーラとかね飲みたくなるのもわかりますよ。でもなんか飲み物でカロリー取るなら食べ物でカロリー取った方がいいんじゃないって思っちゃって。そう、まあ、だからね、ちょっとスタバ恐怖症っていうのはあるけど、そう、ちょっとスタバとか行かないのもあるかな。ファイト、ありがとう、まこと。イエイ。DMM で見てた、ありがとう。ということで、50分です。読み上げたいと思います、の寿司。はい、13位から。13位は、ゆうぴーさん。12位は、鈴鹿ちゃん。11位はパルパルさん。10位はカスさん。9位はカベチョロさん。8位はわらわらたんさん。7位はともちゃん。6位はカナリアさん。5位はしろくまさん。4位はイグネコさん。3位はタカちゃんカモの足さん。2位はタカユキ。1位はドゥン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 バンタイツさんでした。おめでとうございます。ありがとう。もろこし書きます。なるほどね、なんかいいでも情報聞きましたね。グアバ、なんて読むのが正解なんだ。あれ読みにくいね。 G-O-M-E、 なんか書いてほしいイラストとかがあったら、食べ物系だと助かります。何がいいですか。お任せなら全然
大丈夫ですよ。お任せで、オッケー。にやいよりじゃあやっぱこの印象が強いので、こんな感じよね。すごいペン先が細いから細かいとこまで描ける。かわいいと思う。はい、できました。ありがとう、マト、おめでとうございます。すごいペン先細いけど結構映るね、画面に。なんか消えちゃうかと思った。柿じゃないですね。トマトも喜んで熟してますね。柿ちゃう。柿に見える人はね、ちょっとアイボンとかしてきてください。おめでとうございます。もうちょっと右、私の右でいいのか、こういうこと。そう、柿に見えちゃう人はね、アイボンであれですよ、目掃除した方がいいです。 OK です、ありがとう、ありがとう。こんな感じでした。洗ってきます良きですね。ありがとう、こちらこそありがとう。タイトさん1位おめでとうございました。壇上に上がってる人もおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。ココ天改めてありがとうございました。これから見るよって方よろしくお願いします。お疲れ、ありがとう、まこと。それじゃあ明日からオンライン2日間よろしくお願いしますね。またね、お疲れ、ありがとう、じゅんちゃん、バイバーイ。